レールクの名前出したら急に切れ始めてよ、お前クソが。お前使うかんな、お前それ動画にするわ、もううぜえから。お前 DM さらしてやるわ、お前。いいよ、お前動画にしてみろ、お前さらすかんな、お前クソが。続いてからメンポコイフロンだ。ノリジーボックスの西川雄大です。ルキナノです。はい、ということで今回はルキナノちゃんに来てもらいました。まあ、俺こんな動画ボツになったことないわ、動画で。初めてなんだけど3回目のやり直しで。面白くないもん、お前ら。あのルキナノちゃん炎上中なんですけど、なんで炎上してるんですか？キッズダンジョンでドミッちゃんに対して、その年も変わんないのにババアって言ったことが原因で、今ちょっと TikTok で TikTok すごい荒れてますね、みっちゃんのリスナーから。ブスミツキブスブスキブス、ミツキブスなのは分かりましたけど、まあそういうことがあって今炎上中のルキナノです。ちなみにあの2つ動画がボツになって今3回目なんですけど、もうサリーが全部質問してくれます。はい、なのでサリーさんどうぞ。何固まってんだよお前カス。動けよゴミ、おいアラビア、動け、はいしろ。なんでお前だりんだよ。で固まってんだよガス。なんか母親に、お前ご飯食べに来いよあっち側って言われた。お前家でもあっち側って言われてんのかよ。切れてきる。ピット、新武器が本当にクソすぎて、もう見つけぐらいクソ。はいはい、はい、0点。見て見て見て、大見つけます、見つけます。よし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 、パパ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 。本当にババだから、本当にババみたいだったからそのまま言っただけなのに、なんか今荒れてるからちょっと意味わかんない。まあ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 事実だもんね、あれババ事実だよ、マジでババみたいな過去ブスだろ、あんな見つけた見つけた見つけた、シャ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 。あのお前の動画じゃないのよこれ。あーごめんごめんなんだけど。ちょごめんごめん。だってこいつ乱暴喋んないもん、もっと言えよ。何、まああれはババアなんだけどとかじゃなくて、あんなババアだよバーク、あんなカバだろカバ。おいゴリラゴリラ、ほほほほ、ゴリラゴリラ、せせせせせせ、ブスがしてって言えばいいんだよ。サリーのキャラがなんかそういうアホっぽいキャラにはなりたくないからさ。言われてるやん。有名にはなりたいけど、そんななんか気持ち悪いキャラでも行きたくないからさ。マジで気持ち悪い。しかもカバとゴリラに関しては、見つけました見つけました。なんてカバとゴリラに関してはヒヨちゃんだからな。で、まああれだよね、ルキナノはまあいろいろ炎上してて、まあちょっと炎上のコメント見て、それ見るか。じゃあまずなんかババア逆じゃねって言われてんだけど。あーそうです、なんかそんな顔すら出してない、そのなんか無名みたいな美月のファンがそういうこと言ってくるからマジで気持ち悪いっすね。え、俺コメント読んでいい？あ、いいよいいよ。まずは花クソさん、全然顔違くてワロタって、そのルキナの TikTok の顔とティキザンドの時のね、そうそんなもん。結論ルキナのがブスだと言ってますね。サリーもアンチもしかして TikTok と TikTok で顔載せてんのルキナのが。あ、はいはい、でそれに対して全然顔違くてワロタってティキザンドの時と、でもう一人このカノさんって人がみっちゃんには絶対勝てないって言ってる。なんか前見てもないのに、あでもなんかそのアンチコメをしてくるくせに、なんか美月のリスナーなんかどんなこと言われてるか知るために、私その上げてる人たちの動画をいいねしてるんですよ。いいねしてたらコメントになんかルキナノさん本物ですかみたいなコメントが来るんですよ。なんかそのアンチ私に対してのことを言ってる投稿にいいねしたら、その本物ですか応援してますみたいなことを言ってくる、なんか美月のリスナーがいっぱいいて、なんかマジでいいねかもしれない。ちょっとやっぱ頭いかれてますね、みつきリスナー。マジで気持ち悪い。ね、ワンパスト。え？なんで上からワンパ？どういうこと？ナイスです。え、てかサインどこいんの？何してんの？どこ見てる？
でも味方死んで何してんの、サリ何やってんの、ブス、もうこれもうボツにする、これもうボツやめようかな俺、なんで疲れた、もうって思んないもん、リキナノ思んないんだよ、やっぱ。いや今よかったやん、正直に言ってリキナノが思んないって、別にそう面白い面白くないって、いやだってお前らがコメント欄読めていいもん、気持ち悪いんだからあっちらは、でいろいろ考えてんな、てめえ何も考えないくせに言ってんじゃねえよ、急にリキナノと動画撮れよ撮れよ撮れよって言っただけで俺撮ってんのにさ、お前文句しか言わねえし、カスみてえにでエルフの名前出したら急に切れ始めてよお前クソが、お前使うかんな、お前それ動画にするわ、もううぜえから、お前 DM を探してやるわ、お前いいよお前動画にしてみろ、お前探すかんな、お前クソが、いいよお前探すよ、お前日向にお前名称して日向に見てもらうわ、これ気持ち悪いカス、いいよ探すよ、ゴミが TikTok のコメントばっか見て全然参加してねえしよ、お前らが見ろって言うもん、見ろって言ってるけど見る時間にも届かんだろ、さすがにレベルがゴミ、探してみるよ、いいよ動画にしてるよ、俺もそれ動画で返すよ、あんたお前カス、前の本よ公開するわ、おいおい、お公開してみろお前ガス、してみろガスお前クソが、いいよお前公開するよ、黙るガス、本名が個人情報バッと晒しやがってクソが、本名なんか別にまだ優しいもんだわ、てめえの浮気の方が問題あるわ、してねえよ、なんでそのお前何 LINE 聞いてんだよゴミ、だってお前がスペースで聞けって言ったもんいや聞けっつったけど俺本当に来そう思わねえもんマジで、残るだろだってデータとして、いやいやけど公開する気なかったよ、別にあっちから QR 来ても別に公開してたんだから別にいいじゃん、もう交換してないけど、まあ、聞いてさ LINE 聞いてその後になんか、いやそれはポコエフロンが言ったから、まあ、それは俺が言ったのは悪かったわ、でもその後にお前ディスコの個人でさ言ってじゃん言って言ってそれ言ったらお前誰誰もういや普通に惚れたっていうのを送ってきたよな、なんかツイッターでえいや そうなんだ、別にえサイ本当に浮気してんの、いやしてない、彼女いんのに、いや本当してない、ガチ彼女いんのに、本当にキモいんだけど、してないのに、だから今ブロックしたし、そいつちゃんと動画の前で俺だから何も思ってないんだよ、その人、いや早くやれよリブート取れよ、リブート何お前遊んでんだよ、ずっと物資漁って仕事しろや、さらすぞお前クソが、え、これ面白い動画にできます、無理だろ、もうえ、もうタイトル変えるわ、もう2人の浮気がバレましたに変える、いざするちょっと盛り上げようぜ、ポトナカイは盛り上がんねえだろいやいや盛り下がってんだろおい、あ、盛り下がるんだよ、どうなるかてめえの浮気がバレてどうすんだよだってしないもん、実際帰るよ、だって俺何もしてないのに、なんかあれさ、俺ら動画で交換したじゃん、その動画っていうかそのスペースをそのお前が言ったからさ交換したじゃん、交換したっていうかその聞いただけ、交換はしてないよ実際は、なのにお前浮気言ってくるの意味わかんねえよまあ浮気はまあ冗談だけど、じゃあ本当のこと言って、実際はしてる、してない、何が、そう浮気、いやしてないよ、ほう、いやしてないし、俺が LINE 蹴ったから LINE 聞いたっていうのは確かにその通りなんだけど、もうそう冗談だ、だお前がどうしても買ってほしいみたいなこと言ってて、でてめえ文句、撮影中文句ばっかしか言わなくて、これ撮影3回目で鬱陶しいから、じゃあもうさっきの部分カットしないで使うわっつってんの、あ、いいよ使うよ、面白かったし、今回え、サリーもしかしてさ、エルフのこと好き、誰、エルフ誰とぼけないで、ちょっとエルフのこと好き、え、僕も本当にカットこれ本当にアウトこれ本当にアウトあ、本当にアウト、これ本当にアウト、ちょっと褒めただけでそんな、なんかいや、じゃなんかツイッターで動画送ってきたからさ、まあ、あれはスタイルが良かったっていうね、気持ち悪いんだ、てめえが気持ち悪いの、あっちがてめえもあっちがだろ、おいなんかお前ツイッターフォローされてるぐらいでこっち側になったと思い込んでんだよ、これ今日リアサー借りてきたから、これ絶対力なもん入り意味ないだろ俺らの結果、俺ら2人で撮った方がいい、絶対面白かったでしょ、いや力なのいる意味あるから、今回ルキナノが主役だから、もうルキナノも思ってること言った方がいいよ、思ってるか、うん、どんどんもうリアン顔臭そうとか、もうそんなことでいいよもういい、暴れてはないな、え、待って、そんな大手にはちょっと口出せないっすよ、まだ、いや言っていいよ、だってえ、俺リアンさんのこと好きっすよ、うん、いや、きつい、待って、私武器持ってない、して、武器ならもして、キザンゾンビ魔戦して、MVP、DTS 以下してもういいよ、僕の動画で終わりにします、もうポトラ会は終わりにしますもうキッズさんでもファイナルだしな、もうどうでもいいよ、もういいよ、もうちょっとどうでもいいよ、もういいよ、もう終わりにします
言ってろもうキャプテンとキッズ団長クソがゴミクソが何があってもいいんだよ消えちまえよもうえこれ本当に動画になるんですかはいなりますこれパート2撮らないんですか本当撮らないだろ伸びたらパート2撮りましょう伸びねえだろ伸びんのか なみんな何の話してるか分かんないサムネとタイトルどうなのあサムネはまあ分かんない考えとくけど撮影中にサリと喧嘩になりましたってでまあ俺のとこに本名を探せよって書いてさ、うん、で俺通りで浮気バラすよみたいな紙動画つけろでルキラノもいいよルキラノ若いねかわいそうだろ